はい、皆さんこんにちは、両手投げのたくまです。今日はですね、ノータップ300チャレンジ2回目。前回ね、マジでストライク出なくて8本ばっかり残って9本が、ストライクっていうルールなのに全然点数が伸びなかったって感じだったんですけど、今日はね、ぜひね、そういうリベンジして300達成したいと思います。ノータップっていうのが9本以上だったらもうストライク、まあ、もちろんストライクはそのままストライクで、9本出てもストライクっていう企画ですね、になります。これね、結構ね、9本だったらいけんじゃないのって思ってるんですけど、意外とね、8本残ったりねするので、まずはね、ストライク狙いつつ、もうあやつとかこやつとかねは残ってもしゃあないぐらいでちょっと投げていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。今日もですね、ちょっとアメリカンで投げたいと思います。アメリカンっていうのが、右と左交互に投げる投げ方で公平性を保つためです。ノータップだから、まあ、とりあえずね、普通にストライク狙いましょう。しっかりね、ちょっと手前動いたけど、セーフセーフ、これストライクね。こういうのストライク、なんか手前動いたな、あぶねー、速速出たやん、あやつとこやつ以外。ダブルダブル、これでいいのよ。これでちょっとミスってもいいんだよね。だから普通にポケットついていけば、なんかセブンテンとかね、あやつこやつとか、あやつとこやつとスプリットとか出ない限りはいけると思う。今日ね、ちょっとふみさんが多忙でいないんですけど、よかった、なんか言われそうだし。よし、行こう。あ、やばい、変わった、今のはダメだって。やばいって、早いって。これ曲がらんわけ、はい、けど終了やん、やばいな、なんかね、ちょっと止まってる、倒れそう、惜しい。めっちゃピン飛んできた。9本でストライクなのに7本と8本って、前回もなんか同じ感じだったんだよな。よし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 、ちょっとね、なんかね、タイミングがずれてるんだと思う。引っ張ってるから多分だけど、タイミング合ってない。なんかね、足元がおぼつかないな。マックスがここから5連発25か25。チキンな、チキンな、大丈夫。あ、これでいい、これでいい、これでいいんだよ。これでいいんだよ、いいね、これでいいんだよ。前回よりはね、多分ね、使えてる、ノータップが。これでもいい、これでもいい。右側がね、ちょっと手前が動き始めてるから、ちょっと左寄ろうかな。でもな、今みたいな投げたら多分今のがジャストだしな。まあいいや、ちょっと考えときます。いやー、マジ8本だー、いやー、マジか。オッケーオッケー、いやー、なかなかだね、300いけると思ったけどな。今が7フレで153で、8フレがスペア、90入れて233、全然いいやん、300とかいってられん。うわー、やばいじゃん。左による作戦は成功なんだけども、なんていうの、動くな。あー、狙いすぎた、クソ。マジマジか、待って待って待って、200ちょっとしかないやん、ノータップで200ちょっとしかないやん、やば。そうね、ボール変えます。これ以上投げよう。よしよしよし、よし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 、いやー、そうよね、なんかね、しっくりこねえな、やばいんだけど。200ないよ。やばくね。はい、お疲れ様でした。点数がね、199点ってことで、200も届かずでした。これね、結構ね、8本ばっかりだったね、今日ね。まあ、投げミスも多かった、今回は。なんかね、タイミングが全然合わなくて、やっぱね、タイミング大事。ちょっとポンポン投げすぎたかもしれない。ちょっとね、自分のまで投げれてなかった。でもね、やっぱりこういうのもボーリングの一つなので、次はね、次こそは300達成したいと思います。それではですね、この動画が面白いと思いました。高評価とチャンネル登録の方、
よろしくお願いします。ヘキサメンバー Twitter、X、Instagram やってるのでぜひフォローしてね。またアパレルもやってます。じゃーん、かっこいいでしょ。これ着て一緒にボーリングしましょう。それではまた会いましょう。バイバイ。